この調査は嘉手納基地周辺の3つの市と町などで作る3市町連絡協議会が定期的に実施しているもので、午前8時から基地周辺の3つの地点で行われています。滑走路に近い嘉手納町屋良では自治体の職員が飛行経路を確認したり騒音の測定を行っていて、午前9時22分に F-35 が離陸する際には電車が通過するときのガード下の騒音に相当する 108.7 デシベルが計測されました。調査は今日の午後6時まで行われ、取りまとめたデータは今後それぞれの自治体のホームページで公表するなどして基地負担の軽減に活用していく方針です。